シュバルツバース？このまま拡大を続ければ地球を破壊、飲み込んでしまうでしょう。ようこそシュバルツバース調査隊へ。シュバルツバースの構造を明らかにすれば破壊方法を導き出すこともできるでしょう。シュバルツバースへ突入する。地球の未来は我々の双肩にかかっている。あなたたちはシュバルツバースで全くのストレンジャー。帰還路がないのです。何のために存在する世界なんだ。敵が悪魔だというのか。任務を続けるか、船を降りるか、決まりだな。悪魔召喚プログラム。悪魔を使って戦うのか。ウヌラは不死身よの。嫌よ、悪魔を仲間にしてるだなんて。殺戮する世界を完成させたのは人間だ。人間なのに悪魔みたいじゃないか。どんだけいい子ちゃんなんだお前は。貴様を苦しめているのは悪魔か、本当は人間ではないのか。私は天使マンセマット。人の子よ、あなた方自身が天使となるのです。てめえの運命はてめえで切り開く。地球の覇権をめぐり、あの天使どもとは必ずや戦となる。振り子の落ちる先を変えることはできる。混沌と秩序、どちらに組みするかな。ね、地球の未来を委ねられるべきは誰なのだ。はい、どうもいいんです。というわけで、新女神転生ディープストレンジジャーニーやっていきたいと思います。オープニングめっちゃ気合入ってますね。これはあれか、自分たちが悪魔に変身して戦うタイプだからアバチュみたいな感じになるのかな。まあ、システムは置いといて、とりあえずずっとやりたかったんで楽しみでございます。行こう。難易度を選択してください。物語は変わりません。うん、カジュアル、歯ごたえは控えめ。まああれですよね、物語を円滑に進めたい人向けの。うん、コンフィグから変更、あ、そうなんだ。よりディープなストレンジジャーニー、もうぶっこんできたね。うん、あ、ちょ、上あるね。神兵をリラックスして挑め。兵士はディープなミッションを遂行せよ。うん。古参兵よ、お前の力を見せてみろ。ディープの先、ディープの向こう側。ああ、なるほど。まあ、ゲスパーとスタンダード、カジュアルと。まあ、ここですかね、やっぱ、初見プレイということで、スタンダードで行かせていただこうと思います。
会議室。極寒の地なんですね。消毒作戦とは、あれは戦争ではなく殺し合いだ。だが長引く戦争を終結させるためには有効だ。やはり大国の介入こそが戦争の早期終結に必要だったのだよ。東京の歓楽街で起こった客同士のトラブルで死亡した男が指定薬物を所持していたことが分かりました。警察ではトラブルの原因が指定薬物の売買と関係があるとみて、逃げた男の行方を追っています。快楽を得るための薬物で命を落とすか、何のために生きているやら、国民の質が下がってきているようだな。なかなか耳の痛いご意見ですな。ですがまだ薬物犯罪の件数はあなたの国ほどでは。中南米ではデフォルトによるインフレから市民が店舗を襲撃し、商品を持ち去る事件が頻発しています。貨幣の価値が上がっている国があれば、このように財政破綻する国もある。あなたの国は物が余っているようだが、多少でも回してあげればよろしかろう。アジア中部では河川や土壌の汚染が深刻な問題となっています。すでに川からは魚が消え、生態系への影響も懸念されています。近代化を急ぎすぎたツケを払わせられたな。だがああでもしなければ、あの国は西欧諸国に追いつけまい。皆さんご静粛に。資料の準備が整いましたので、そろそろ会議を始めさせていただく。このシュバルツバース合同計画で話し合われる内容は引き続き秘密に願いたい。民間人にはまだ知られていない。情報統制は順調だ。ではシュバルツバース調査のために南極に送った無人機からの映像をモニターに映します。建物が燃えている。南極の観測基地か。いや、観測基地にしてはおかしい。まるで町並み。そう、さっきテレビに映った戦場のようじゃないか。次の映像に切り替えます。この画像はどこかの歓楽街か。これがシュバルツバースの内部とは思えん。データのご受信じゃないのかね。いいえ、データを詳しく調べたところ、間違いなくシュバルツバース内部に送った無人探査機からの信号だと確認しています。続けます。おい、本当に確認したのか。これはどう見てもショッピングモールの映像だぞ。南極にこんなものがあるはずないだろう。次が最後です。廃棄物、ヘドロ、ありえん。これもありえん光景だ。この通信を最後に、無人探査機とは前期通信が途絶えています。現在技術チームと通信の復旧を試みていますが、おそらく探査機は破壊されたものと推測されます。重ねて申し上げますが、これは全てあの南極に出現したシュバルツバースの内部で起こっていることです。にわかに受け入れがたい内容ではあるが、しかもシュバルツバースは止まることなく拡大を続けている。このままでは。報告を続けよう。次に情報統制についての確認を行いたい。情報統制の成果につきましてはこちらをご覧ください。次は南極点近くに強磁性の大型ブリザードが発生している問題についてです。その猛烈な勢力を懸念して、
極点付近に観測基地を持つ各国は対応を検討していましたが、すべての国が基地からの一時撤退を決定し、同日実施しました。撤退か。消失とは言えぬものな。そんな発表をすればパニックだ。その上、拡大している事実も明かせば、絶望のあまりに暴動が発生するだろう。彼らはこの謎深い地に入るのか。恐ろしいことだ。いくら次世代兵器で装備したとはいえ。どうあれ、我々の決定は覆らない。もはやこのシュバルツバースに人を送り込んで調査する以外の打開策はないのだから。ふん。いよいよシュバルツバースへ突入だな、調査隊の諸君。私たちシュバルツバース合同計画は人類を代表して君たちの成功を祈っている。ゴア隊長、頼んだぞ。無事に使命を果たしてくれたまえ。ええ、我々は必ず成し遂げます。では突入成功後の通信を待つとしよう。失礼する。よし、クルーの諸君、私に注目してくれ。我々はあと30分で目標地点であるシュバルツバースへ到着する。いよいよ我々シュバルツバース調査隊の本任務の開始だ。発足から短期間で各国から派遣された人員で急増された隊だ。不便不慣れな点もあるだろう。だが君たちは優秀な人員だ。サポートし合い、能力を発揮し、ミッションを円滑に遂行してもらいたい。この任務の最終確認とクルーの意思統一のため、改めてスピーチをしたいと思う。まず我々がこれから突入するシュバルツバースについて、科学士官であるゼレーニン中尉から説明をもらうとしよう。どうも皆さん、こちらに注目いただけますか。中尉のゼレーニンです。初めての人もよろしく。皆さんに判明しているシュバルツバースの観測データや構造について説明を。シュバルツバースは数ヶ月前に南極点で発生した自然現象ですが、観測例のない極めて特異な現象です。民間人には巨大ブリザードだという虚偽情報を流していますが、その実態は周囲を破壊吸収しながら拡大する未知なる空間現象です。発生当初、シュバルツバースは直径1メートルにも満たずに空へ伸びる柱のような空間でしたが、それが周辺の観測基地を調査員もろとも飲み込み全滅させるなどしながら拡大し、現在は
半径が数百キロメートルにもなる大規模な空間となっています。このシュバルツバースの拡大は今も続いていて、このまま減衰が認められなければ地球全土が飲み込まれてしまうのも時間の問題でしょう。この調査に先立って投下された無人探査機のデータによると、シュバルツバースの外縁部には高さ数千メートルの壁が形成されています。これは接近物を分子レベルで崩壊させるプラズマ雲の壁です。さらに内部には亜空間、俗に異次元とされる空間があり、視覚化が困難な異質な風景が広がっている模様です。なおその内部空間ですが、侵入者を排除する何らかの作用が働くものと思われ、無人探査機は全てその作用により破壊されています。以上が今私たちが知り得るデータの概要です。この情報だけだと何度聞いても悲観的になりそうな気がしますが、ご存知の方も多いように、これらには全て有効な対応法が判明しています。合同計画は事前の観測結果をもとに優秀な装備と人員を投入しているのです。皆が結束すれば安全で素晴らしい調査が行えると私は確信しています。私からの報告は以上です。よくわかる説明をありがとう、ゼレーニン中尉。では任務内容の確認を、諸君らへのミッション発令を管理するアーサーから行おう。ようこそシュバルツバース調査隊へ。私は司令コマンドアーサー。当艦並びに他艦のあらゆるシステムと連動して行動プランを策定し、あなたたちをサポートします。ご覧の通り、アーサーは疑似人格タイプの管理プログラムだ。最初は戸惑いもあるかもしれないが、すぐに慣れるだろう。アーサー、続けてくれ。この調査隊の任務はシュバルツバースを詳細に調査してその構造を明らかにすることです。シュバルツバース合同計画はこの巨大なシュバルツバースの破壊計画を策定中です。しかしデータ不足で確実に成功する破壊方法を見出せていない状態です。あなたたちの調査でシュバルツバースの構造が明らかにされれば、合同計画は破壊方法を導き出し実行することでしょう。なお先ほどゼレーニン中尉から悲観的ともいえるデータの報告がありました。シュバルツバース内部の調査など一見不可能に思われるでしょう。しかし我々が登場するこの次世代揚陸艦を使うことでそれが可能になります。我々が登場する次世代揚陸艦はプラズマ動力で稼働し、プラズマの保護シールドを作ることが可能です。しかも短時間であれば飛行することも可能なのです。つまりシュバルツバースのプラズマ雲を飛び越え、内部の亜空間で安全な調査活動が行えるのです。この調査隊は4艦の次世代揚陸艦で構成されています。作戦全般の指揮を執る当艦1号艦レッドスプライト号、科学者が多く登場し調査の要となる3号艦エルブス号、危機管理のため武力で他艦を支援する2号艦ブルージェット号と4号艦ギガンティック号です。私は3号艦エルブス号に登場します。無人機では調べ上げられなかったシュバルツバースの詳細な調査、これが我々の任務です。皆さんのサポートを期待しています。ゼレーニン中尉とアーサーの報告にもあった通り、我々は人類最強の装備を得ている。全艦が協力すればシュバルツバースの調査は決して不可能な任務ではない。未知の世界に挑むこの任務を人類を救うという素晴らしい体験に変え、そして帰ってこよう。いっそ！さて今回の調査には国連から指名され派遣されたビジター隊員がいるが、
その中に諸君らへの紹介が済んでいない者もいる。お、ようこそ。我々は日本から来てくれた君を歓迎する。さあ、みんなの前に出て自己紹介をしてくれないか。わあ、これデフォルトあんのかな。何も考えてなかったらどうすっかな。はい、というわけで、ただの人なり、ドラマ CD の名前らしいですね、どうやら。自分で名前入力するのあんま好きじゃねえんだよ。ペルソナ5ぐらいだな。はい、ただの人なり、なんかいろいろなあれを勘ぐってしまうな。ありがとう。君はこのレッドスプライト号に搭乗し、私の指揮下に入ってもらう。所属は機動班になる。君と同様に兵士経験のある人員で構成された調査活動の実動隊だ。以後規律ある行動を心がけてくれ。運賞さんか。握手に拒否って。君の優秀な経歴は聞いている。期待しているぞ。あれが あるのかな、カオスとローで。では機動班の諸君は引き続きブリーフィングを行う。校舎デッキに集合してくれ。調査隊の人たちなんだね。あ、というわけでまだだいぶ序章ではありますけども、とりあえずセーブかな。しましょうか。この音いい。右も左も特殊なエネルギー反応。これあれだ、前の人のデータだ。SD。 すいませんけど、じゃあレベル6か。テラコヤスでしたね、そういえば。ただの人なりというわけで、私がじゃあ引き継いで頑張りますんで、前持ってた人。6ってことはどうなんだ、2周目の途中で終わったとかそういう感じなのかな。